はい、どうもこんにちは、クレイです。プロスピエスやっていきましょう。というわけで今回はだいぶ久々になるんじゃないかなと思います。リーグオーダーおよび純正オーダーのね紹介をしていきたいと思います。で、なんでこのタイミングかっていうとですね、こちら、まあ、ちょっと前から一応達成はしてたんですが、今回、まあ、サムネとねタイトルにも入ってるかもしれませんが、こちらついにオーダーが6万を超えました。そしてこちら平均レベル 75.0 ということは、選手、このスタメンの選手全員がオール極めになったということでございます。はい、まあ一応そういう形でオール極めスピリッツ6万達成記念ということで、ちょっとねオーダーを紹介していけたらいいなと思います。いきましょう。で、まあ正直言うと、この6万超えのオーダーはベストオーダーではないです。はい、ベストオーダーかって言われるとちょっと難しいラインなんですけど、っていうのもそのこちらですね、6万超えのオーダーだとコンボが8000を割ってる状況で、まあでもこれでもコンボね伸びた方なんですけど、もともとちょっとね6万近いオーダーだと7400、500とかレベルだったのが、まあ7900まで伸びたんで、まあちょっとじゃあ今週これでリーグ戦ってみるかっていうところで、まあこんな感じになりました。はい、でこのね、まあ一番ネックなのはロッテ枠、中日枠なんですよね。うん、ただまあそのロッテ枠、中日枠に関しても、まず中日枠に関しては福留選手を取る予定でいますので、今回のランキングで、でまあそこは埋まると。でまあ阪神も2枠あるので、福留選手、野手の方のこの福留選手を外してしまっても問題がないと、上書きで中日になっても問題ないとっていうのも、まあこの掛布選手がいるからですね。はい、でもう一つロッテ枠に関しては、僕は一応2400の角中選手を持ってる状態なので、まあ、100年落としてしまう形にはなるんですけど、まあそうなると6万割ってしまいますが、まあそこに関しても一応問題がないと。まあ他で100カバーできればね、例えばキャッチャーとか、まああとはそうだな、カバーできる点で言ったら、まあ柳田上書きとかなのかな。まあそのレベルですよね。もう2000、当初は2500以上で組めてるので、もうあと野手で上書きするとなると柳田か大野かっていうところなので、うん、そんな感じですね。で大野もね、このミートパワー同値になったんですよ、称号チャレンジで。ここがまずでかかったですね。これによって、まあ、コンボ型で入れてた原口選手を、まあ、一応外しても OK な感じにはなりました。はい、あれがね2350だったんで、そこがちょっときつかったんですよね。はい、でまあ一応そんなところで、で今現状出ているコンボが、極み12球団を外して極み6球団になりました。あとはまあ超周到精密、超変幻自在、超力戦奮闘、まあこの辺はベストオーダーでも出てるコンボの一つですね。まああとはそのこの大胆不敵が超大胆不敵からちょっと落として大胆不敵になりましたというところですかね。この選ばれし者の輝きってどれぐらいスピリッツ上昇するんだろう、コンボ推率がどれぐらい上昇するのかちょっと検証してみないと分かんないですけど、まあこれもでかいでしょうね。はい、うん、まああとはこの重量打線とかが超重量になってるんですよね、ベストオーダーでいうと。まあ、そこの部分がちょっとコンボを下げているところではございます。はい、でまああとちょっと今後で考えていくと、例えばこの上林選手とかをパワー型にしてあげたりとか、まあ、あとこの菊池選手のところにパワー型の極めの選手を入れたりとかっていうところでやっていくと、超大胆不敵も出るようになるので、まあ8200ぐらい狙えるのかな、どうなんだろう、まあそんな感じになるんじゃないかなというところですね。でまあもう一つね、普段あのコンボ重視で組んでるオーダーも見せておきましょう。はい、ということで一応先週まで戦ってたリーグオーダーがこちらでございます。59560のスピリッツで、コンボが8610というオーダーですね。まあこれ合計そのチームスピリッツと最大コンボ上昇量を単純に足すと、まあ、こっちの方がね普通に強いんですけれども、まあコンボをね発動しなければ意味がないっていうところで、まあ一応どっちが強いかなっていうところで、ちょっと一回ねスピリッツオーダー、スピリッツ重視オーダーをね今週は試しているという感じでございます。はい、まあ、こちらもまあ投手陣はそんなに変わらなくて2500以上で組めましたと。まあそれ多分投手は全く変わらないかな。はい、で野手ですね、問題は野手のそのベンチ枠の部分かなっていうところですね。うん、まあ、この中日枠を無理やり使うとなると、今の現状だとゲレーロ選手を使わないといけない、まあ、または岩瀬投手を使わなきゃいけないというところなんですけれども、まあ、投手の150のスピリッツ差は、ね、もうかなり埋められる部分になってきたので、そうなるとまあ野手でバレンティン選手のところにゲレーロ選手を入れて、まあスピリッツ100を落とす形にして、まあ、実質50アップですよね、スピリッツは。で、まあ、あとはもうこの原口選手をどうにか極められたらなっていうところではございます。どっちの極めもう一人ぐらい欲しいですね。はい、で、まあ、大野選手の部分を例えばこれ城島選手に変えると、スピリッツは100を落とすんですけれども、
超重量打線が出るんで、まあ、さらにコンボを重視するのはこっちの方が強いのかなっていう。でこうすると、うん、8730まで上がるんですよねっていうところではあるので、まあまあまあその辺はちょっといろいろ、まあでも超重量打線で実質100ぐらいなんでね、最大コンボ上昇量でいくと、まあそれならソスピを上げに行った方がいいのかなっていうところもありますね。まあ難しいところですね。この大野選手で言ったら超補修20丸持ってますし、城島選手でいくと普通の捕手しか持ってないしっていうところなんですよね。はい、まあそんな感じでちょっと今現状のリーグオーダーがこんな感じの紹介になりました。はい、まず今週はとりあえずねこのスピリッツオーダーで頑張ってリーグ戦っていきたいと思います。まあちょっとそれでまた結果もねいろいろ報告していけたらいいかなというところでございます。でもう一つ純正ですね、コツコツとやってきてはいますが、ちょっとね今のイベントはね本当経験値もらえないイベントなんで、この内川選手とかエリア選手がね取れたのに全然育成できてないという状態でございます。メインオーダーのね育成がなかなかできないんですよ。で内川選手に関しては幻突素材から育ててたので、うん、まあ、こっちはまだ育ててない状態でございます。でまあ一応野手に関してはスタメンがほぼオール S、 桑原選手の S が欲しいかな、そこですね。はい、まああとはまあでも無理やり組もうと思えば組めるけど、センターはさすがにいないか、センターはいないですね。はい、でまあ一応打順がこんな感じ。1番センター桑原、2番サード石井拓郎、3番指名打者内川、4番レフト筒香、5番ファーストロペス、6番セカンド宮崎、7番ライト梶谷、8番ショート倉本、9番キャッチャー戸柱というオーダーですね。いやーでもやっぱ純正って見てて惚れ惚れするなと、やっぱ自分の好きなチームで選手をね揃えるっていうのはやっぱり楽しいですね。はい、でまあねちょっと控えのこの A ランク B ランクとかをなんとか早く変えたいところですね。で投手陣はこんな感じでございます。投手陣ちょっとしんどいですね、特に先発、先発の DeNA の S ランクが全然いないと。特に今永石田に関してはもうね速攻極められるのになかなか巡り合えないというところではございますが、まあちょっと B ランク無理やり入れて一応投手もオール DeNA で組むことができました。はい、まあでもこれやっぱ安崎が取れたのもでかいですね。はい、そしてまあこの間のねその称号チャレンジの動画で、まあ、9位 A チャレンジということでねやったんでちょっと微妙な反応しましたけれども、まあ本当にこの道地はよくよく考えたらありがたい称号でしたね。はい、もう純正の方だったらこれを狙いに行くべきだと逆に思うんで、まあこれはこれで本当に良かったと思います。まあただ単純に今の現状のメインオーダーで考えたら 9A の方が良かったっていうお話なので、でも純正で考えたら絶対こっちの方がいいですね。はい、なんでちょっとまあ技巧派でこのままちょっと置いとこうかなと思います。まあ、もし仮にね例えば2700とかに安崎が出るってなった時にはまあちょっとね別の称号を狙いに行く可能性もあります。はい、っていうのもまあその安崎の A ランクがまだ3枚ぐらいあるんですよね。うん、まあその辺でまあ極意上のためにね使う可能性もあるし、まあその辺をちょっと考えたいと思います。でまあこんな感じで一応24人オール DeNA で組めたんですけど、さっきのチャートと比べるともうマジでチャートがひどいっていうね、本当にちょっともう早く強化がしたいですね。ただもう本当にこのまあ、今ちょうどグランプリもねリセットになってしまって秘書の 1.8 倍を採用の方全然活かせなかったんですよね。 1.8 倍のうちに V ロード周回しちゃってもよかったんですけど、まあちょっとイベント中なんでねなかなか、まあ、イベント自体もまだまだ全然走り足りないぐらいなので、まあちょっとその辺はイベントの、巡り合わせも悪かったかなというところですね。はい、まあ将来的にはいつか DeNA の純正オーダーでリーグオーダーでね使って戦える日を一日も早く実現したいと思ってますので、ぜひともそちらもね楽しみにしていただければと思います。はい、というわけでまあ今回はですね久々のリーグオーダー紹介および純正オーダーこんな感じ進んでますよというご紹介でございました。でまあちょっと結果ねちょうど出てるんで一応見ますか。今週まあまあまあ微妙なスタートの先週に比べればまあいいのかな。ちょっと先週かなり多分初日つまずいてた記憶があって、あーでもそんなもんか、同じぐらいですね、10勝4敗でした。はい、まあ選手が21位でした。うん、まあそれならちょっとスピリッツ重視のオーダーで戦ってみようかなというところで、なんかちょっと20位前半、まあ、10位後半、15位から25位ぐらいの間でずっとうろちょろしてるんで、うん、まあちょっとなんか変えたいなというところで、まあ試しにスピリッツ重視オーダーで戦ってみようという感じでございます。もしはグループ F ですね、ぜひ同じ方がいればコメントしていただければ嬉しいです。はい、まああとは、さっきも言いましたがプロスピグランプリが今日からリセットになりましたね。僕もまだ全然やってないんですけれども、今月誰にしよっかな、最後ですよね、1ヶ月ありがとうございました。うん、じゃあ最後調子くんにしようかな、調子くんにしましょう。 A 館9にも出てきてる調子くんぜひともねちょっと気になった方は A 館9の実況を見てください。はい、こんにちはと。
最後の月貯蓄にします。はい、まあそんな感じでプロスピグランプリもしっかり頑張ってやっていきましょう。でミリオンマネジメントもですね走ってはいるんですけど、ちょっといろいろやることが多くて1377位で止まっております。はい、まあでも1000位のボーダーで考えれば別に全然最終日にでもまくれるレベルだと思うので、まあ、ちょっと引き続き頑張っていきましょう。1487万、今いくつだ、1248万、まあ、200万ぐらいですね。200万ぐらいなら累計の半分ぐらいの差しかないので、まあ全然いつでもしっかり走ればまくれる距離かなというところにはいますね。まあなんで最終日直前というか前日ぐらいまでにはしっかりボーダーに入って様子見をしたいかなっていう感じではあります。なんでまあ明日か、まあ、明日にはボーダーラインに入ってたいところではございます。まあ、また生放送もおそらくやると思いますので、ぜひともねそちらも楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで今回この辺で終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともねこれからもプロスピースの動画生放送を楽しみにしてるよって方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回のプロスピースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。